一番目の部屋だよね。この部屋もハロウィン尽くしという感じね。ここに1個目の金のジャックオーランタンがある、そういうことね。お、あそこ部屋の真ん中に宝箱が置いてあるよ。あの中にあるんじゃない？確かに。ちょっと行ってみましょう。なるほど、今は鍵がかかってますけど、この宝箱を開ければいいんですね。あれ、宝箱の下にまたカードが置いてあるけど。お、あやちゃんナイス。多分それが問題かな。その問題が解ければ宝箱が開くって感じじゃない？なるほど、だんだん要領がつかめてきました。あやさん、カードを読んでください。わかった。お菓子をくれなきゃいたずらするぞ、だって。ハロウィン定番のフレーズですね。英語で言えばトリックアトリートということですけど。定番のフレーズすぎて逆にピンとこないわね。ねえあやちゃん、書いてあることって本当にそれだけ？何か見落としたりしてない？ちゃんと見た？してないよ、本当にそれだけ。あとは可愛いドーナツの絵が描いてあるくらいだよ。ほらやっぱり、それすっごい重要情報かもしれないじゃん。え、そうなの？私はただ普通にお菓子を描いた飾りの絵かと思ってたんだけど。この手の問題はどんな些細なことが手がかりになるかわからないわ。そのドーナツにも重要な意味があるのかもしれないわね。そうなんだ、私こういうのってあんまりやったことなくって、ごめんね。みんな少しずつ慣れていくはずよ。みんなで力を合わせて頑張りましょう。うん、ありがとう千里ちゃん。どうしたの？部屋の中を見ていたらこんなものを見つけました。なんだか怪しい感じがするのですが、どうですか？これはお皿ですね。その上にあるのはキャンディーでしょうか。アルファベットの T の形をしていますけど。なんだ簡単じゃん、わかっちゃった。え、ひなちゃんもうわかったの？そのお皿の上にアルファベットの形のキャンディーをトリックオートリートの順番で並べるんだよ。あのカードの問題文からしてそれしかありえなくない？なるほどです。そう言われたらそんな気がしますね。ひなちゃんこれだけでわかっちゃうなんてすごすぎるよ。っていうかこれはサービス問題でしょ。まやちゃんだってすぐ分かったよね。ああ、いえ、自分は全く分かりませんでした。こういう問題はちょっと苦手なのかもしれませんね。そうなの？なんかまやちゃんらしくないな。ということはつまりトリックオアトリートと並べるために残りのアルファベットのキャンディーを見つけないといけない、そういうことね。だね。よし、みんな頑張ろう。よし、部屋中探したから多分これで全部だよね。そしたらお皿の上に並べてみよう。TR でしょ、トリックだから。あやちゃん、スペル間違えないでよ。ちなみにオアのスペルは OR だよ。もうそれくらいわかるよ。あれ、あやさんどうしたんですか？これ一つ足りないよ。トリックオアトリートの最後の T がないみたい。本当ですね、このままだとトリックオアトリーになってしまってます。まだ探していない場所があるということでしょうか。
いえ、それはないと思います。探せるところは全部探したはずなんで。それじゃあどうしたら。何か見落としていることがあるのかしら。あ、そっか。うんうん、なるほどね。ひなちゃん、わかっちゃったの？ここでドーナツが関係してくるわけか。なかなかひねった問題出してくるじゃん。なになに？ドーナツ？ひなちゃん、どういうこと？こうでしょ？あやちゃんが今、横一列に並べたこの文字をぐるっとドーナツ型に並べるんだよ。そしたら最初と最後の T が重なってトリックオアトリートが完成したわ。すごいよひなちゃん。絶対これで正解だよね。お、見てください。お皿が裏返って鍵が出てきましたよ。この鍵がきっと宝箱の鍵ですよ。あやさん、開けてみましょう。私が開けちゃっていいの？私は全然活躍してなかった感じがするんだけど、ここはひなちゃんが開けた方が。いいっていいって、あやちゃん開けて。それじゃあお言葉に甘えて開けるよ。宝箱オープン。これが金のジャックオーランタン。もっと大きいものかと思っていたけれど、割と小さいのね。きっと持ち運びやすくなってるんじゃないでしょうか。何はともあれ、これで一つ目ゲットですね。残り4つ、まだまだ道のりは遠いね。あと4つも謎解きで遊べるなんていいじゃん。じゃあ次の部屋へレッツゴー。